とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、古代狩り、3周やってみようと思います。装備品が、たまりにたまったのよ。もう、売るにももったいないし、もうここで一回使おうかと思います。もうユニーク品が、もういっぱいたまった。なので今日は3周頑張っていきましょう。行くぞ。それでは行きましょう。カバンビルドだけども、真ん中の装備を、愛のメダルに変えてます。どうもね、前説明したんだけど、カバンはね、一つでいい。なんで一つを、何かプラスアルファのやつに、今変えてね、何が一番使いやすいのかっていうのを、探しながらやってます。で、この愛のメダルも意外とね、良さそう。まあ、エンチャの敵がね、多いところでは、全然役に立たないんだろうけど、まあ、この古代狩りぐらいだったら、全然いいかなと思うんだよね。普通に敵を、自分の仲間にしながら、行くとだいぶね火だめも抑えられていい感じじゃないかな。うん、多分古代狩りぐらいのレベルではこれが良さそう。まあとりあえずやっていきます。まずはフロストガーデンだね。ちょっとね欲しい装備ができたのよ。それがね冬の指先、めちゃくちゃ欲しい。でエンチャントがロールチャージとクールダウンショット。そしてね、バーストボーストリング、かな？うん、とりあえず冬の指先のやつがね、めちゃめちゃ欲しいんだよな。なんでちょっと狙って、このフロストガーデンをたくさん倒していきます。さすがにここでは、愛のメダルは意味はないよね。エンチャの敵なんで。はい。まあ、次行きましょう。ああ、ここか。風ひげだね。まあ、ここも余裕でしょう。でも、いいのは出ないんだよな、ここ。装備品としては全然よろしくないんで。サクッと行きましょうね。何？お！まあ、一応、ユニークは出たけど、豪華か。豪華ちょっといまいちなんだよね。一周目終わり、ちょっと宝箱の数が多かったんで、古代人出ないかと思ったけども、まあ、出てきてくれてよかったかな。お、また来た！金メッキ。マルチロールと、悪くはないよね。悪くはない。デスバーターもついてるし、影化中に、魂をたくさん入手するっていうやつもついてる。ああ、いやいや！同じところに、稲妻フォーカスがついてるから、これちょっと使えないわ。ああ、よくない。いや、幸運もついててなかなかいいかなと思ったんだけどね。よろしくないね。浮遊攻撃がついてるけども、いらない。トルバドゥール。いらないね。イカももちろんいりません。ここら辺は全部ノーマル品で。いらないよね。はい。次。骨コンボがあるな。いやー。いらないね。うん。そんな攻撃に特化もしてないし。いりません。2周目いきまーす。また一緒じゃん。風ひげ。やっぱりなんか、その日出やすい古代人ってあるよね。うん。なんかその日出やすくなる感じがあるわ。まあいいか。行きましょう。おっと、なかなか、死んでくれない。なかなか死んでくれないぞ。よし。終わりだ。
風邪ひげ終わり。よし、なんだ、あー登山か。全然普通のやつだね。次行きましょう。うーん、来たけども見回りか。ここはいらないね。うーん、メイスとかでしょ。まあいらないわ。はい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 。普通には戦えないんだよな。普通に戦えば絶対負けるんで。しょぼい。他にはいるか。ああ、まだいそうね。よかったよかった。ああ、グリムね。オッケーオッケー。いやでも、ああいいか、防具が出るからいいのか。よっしゃ、下の方から行こうかな。ここら辺ではめましょう。さすがの硬さやね。めちゃくちゃ硬い。とりあえずこの取り巻きの雑魚を行きましょう。雷全然出ないな。雷が結構出てくれればやりやすいんだけど。あ、お前がまたいた。あー、やっぱここは、カバン2つの方がやりやすいかな。はめましょう。あ、たまらない。おお、やった、来た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 。ウィザーのアーマー来た。いいよ。なんかめちゃくちゃいいスキルだったらすんごい嬉しい。よしよしよし、行くぞ。んで、ここかい。ここ一番いらないかな。まあ一番じゃないしにしても、ここはいらない。じゃあ、ああ、落ちちゃった。はい、来なさい。ここでぶっ倒してやる。あれ、来ない。来た来た来た。いるぞ。ぶっ倒してやるかな。どこいる？あ、いた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 。止まらない牙、あそこにいる。いた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 い。よし。どうだ？おお、なんかやばい、なんかやばい。やばいやばいやばい。あ、逃げろ。あ、危ねえ。あ、間違えてた俺。装備が、俺この強固なアーマー、幸運の海がついてるやつで、行ってた。危な。よく死ななかったね。だからか、雷の威力が、なんか低いなと思ってたのは、そういうことだったね。はい、見てみ、おーと！いいぞ！ウィザー、はい。あー、矢のクラフトか。いらないね。いらない。いや、いらないよ、これは。次。誕生と主演。名前変わったもんね、これね。あー、ダメ。痛みサイクルついてると、ちょっとこれ難しいわ。いりません。次。全部ノーマル品。いらないね。いりません。全部またノーマルか。運が悪いな。はい。じゃあ、ラスト3周目。いきまーす。おっと、スライムのところだね。スライムのところだわ。さあどうでしょうか。いいのが出てきてくれるかな。体験が出たっけ。ここは、ここは何が出たか覚えてない。ああ、衝撃波、衝撃波。敵は衝撃波打ってくるから、一回捕まると即死。そう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 。はい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 。このちっこいのからも衝撃波でゴリゴリゴリって減るんで、ダメなんだ。捕まったら終わり。よし、オッケー。よし、オッケーオッケー。倒したね。不覚にも一回死んでしまったけども、まあいいでしょう。おお、いいね。いいよ。新しいやつらが出てきたね。でも特に強くはなかったと思うんで、サクッと倒しときましょう。下に落ちるのがちょっと不安かな。ああ、そんなことない。下にも落ちない。何、ああ、影クロスか。まあいりません。次、止まらない牙。え、もしやこれで終わり。
ここで終わりか。いや、これで終わり嫌だな。あと1体ぐらい出てきてほしい。あぶねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。おーっと、死ぬ直前だった。あ、一応ユニークは出てきてくれたんだな。ありがとう。それでは3回目終わりました。お店見てみましょうか。どうだろうね。何で Wi-Fi 切れた。はいはい、いいよ。全部ノーマル品いりませんね。次、おっと、あー、いや、いや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 、稲妻フォーカスがついてない。わあ、ちょっと使いにくいかな。デスバーターか幸運がつく。いや、いらない。今持ってるやつの方が上だわ。無謀がつくか。無謀がついちゃうと、まあ即死だから使ってられないね。まあボス専用みたいな感じか。いや、でもいらない。次、いらない。ピンクスコンドレル、どうだ。いや、いやいやいや、いらないね。いらない。この毒矢を生成するってどうなんだろうね。あんま強くはなさそうだけども、いいや。勇者、あー、ポーションバリアがついてない時点でダメだね。ウィザー、いや、よくないな。よくないね。うん。切れた、知ってる。もういい。もう出てこなくていい。最後、爆縮か。あー、ダイナモがついてる。これはね、修正前だったらめちゃくちゃ良かったんだろうけどね。下の方が、いらない。他もね、いりません。はい。今日入手したやつ、見てみましょう。まずノーマル品は全部売ってよし。だね。いりません。もちろんいらない。雪もいらないね。ノーマル品は、基本いりません。機械化ソーブレード。いらない。いらない。豪華は、ああ、ソウルフォーカス。ポーションバリアはついてる。でも他がな。いらないかな。ソウルフォーカス、今そんなに必要でもないんだよね。いりません。ウィザー、頼む。ああ、いや、微妙じゃない？微妙だよね。いらない。はい。ということで、今日は全然良くなかったです。一個も、残すものがなかったんだよね。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。